えー、今日はですは、ね、このトレーニングロボットにですね、えー、超音波センサーをつけて、えー、と障害物の距離を,を測りながら、えー、障害物の距離がある一定の範囲内にあるときだけ、えー、トレーニングロボットが動くというプログラムを作ってみたいと思います。超、えー、超音音波波センサーはですね、ね、えー、こちらからかを出しましまて、えーまあ、跳ね 時間をです、ね、計測して物体との距離を測ることができます。そしてですね、レゴにはですね、範囲ブロックというブロックがありますので、そのブロックを使って、その値が範囲内か、範囲の中に入っているかを判定したいと思います。では、プログラムを作ってみます。えー、まずですね、 ループブロックを配置しますループの終了条件はですね無限でいいです。次に超音波センサーですね。超音波センサーのブロックを配置します。超音波センサーは、ですねこれは測定距離センチメートルにしておきます。次ですね 今回使用する範囲ブロックですね、こちらの範囲ブロックを配置します。そしてですね、範囲はこちら、範囲内か範囲外、指定がありますので、範囲内と、そしてこの試験地のところにですね、こちらの超音波センサーの測定した距離ですね、 距離をデータワイヤーで接続します。そして、ですね加減を、まあ、今回10センチから上限の方を20センチにしたいと思います。これに,これによって、ですねこの範囲ブロックで10センチから20センチかどうかというのが、この結果に格納されることになります。そしてですね えー、その後スイッチブロックを配置しまして、えー、スイッチブロックは、えー、ロジックですね、えーと、範囲内か範囲外ですので、真か偽かということで、ロジックということで、このロジックのところに、えー、この範囲ブロックの結果を、えー、データワイヤーで、えー、結びつきます、えー。そしてですね、このスイッチブロックの上がですね、範囲内にあるというときですね、 えこととになるかと思います、えー、と両方にですね、えー、タンクブロックを、えー、配置、えー、しまして、えー、上の方のですね、範囲内にある時は、えー、ときはオンということで、まあ、パワーは50、50でいいと思います。そして範囲外にあるときは、えー、オフにするというふうにします、えー。これでですね、えーと 超音波センサーで障害物の距離を測って1 0ンチから2 0ンチの範囲内にあるときだけトレーニングロボットが前進するというプログラムになりますでは実際の動きを見てみましょうえまずですね障害物の距離とが1 0ンチから2 0ンチなので、えー、と止まっているかと思います、えー、だんだんちょっと近づけていきますはい、えー はい、えー、このようにですね、えー、障害物の距離が1 0センチから2 0センチ以内にあるときだけ動いて、えー、そこから離れる、えー、つまり1 0センチ以下になったりすると、えー、また止まるという、えー、プログラムです。はい、えー、では以上で、えーえー、と範囲ブロックを使った、えー、プログラムを終了したいと思います。ありがとうございました